残りの橋は、1954年のアメリカ映画、朝鮮戦争下で北朝鮮の爆撃に向かう米海軍の航空部隊を描いた戦争映画である。米国海軍パイロットのハリー・ブルー・ベーカー大意は、第二次世界大戦の退役軍人で、デンバーで弁護士をしていたが、朝鮮戦争の勃発で、再び海軍に復帰し空母から F9 回ジェット戦闘機を操縦して、 爆撃の任務についていた。戦闘の合間に、空母は日本の横須賀港に入港し、ブルーベーカーはアメリカから駆けつけた家族と一と時の休暇を楽しむが、空母は再び日本海へと出撃し、やがて激しい対空砲に守られたところの,端の橋の爆撃任務を受ける。強量爆撃には成功するが被弾した、ブルーベーカー機は北朝鮮軍領域内に不時着してしまう。 脱出した隊員を追って、北朝鮮軍不評が迫る中隊員を支援するため A-1 が、機重装車を繰り返すが、やがて燃料不足のため帰還してしまう。ようやく H03S-1 救難ヘリコプターが到着するが、着地寸前、北朝鮮軍不評の銃撃により、エンジンに被弾、停止してしまう。2名のヘリコプター乗員ともども M1 カービンで、応戦しつつ、 タイを探るが次々に倒れクリークに潜んでいた、大意もついに被弾、戦死する。本文中にも、過去のテレビ放送時の記事にも、ブルーベイカーの階級に注意と大意の混在が、見られるが、これは、海軍の階級故障に不慣れな翻訳のミスで、LT を注意としたことが発端と思われる。かつて存在したアメリカ海軍の航空母艦、オリスカニー、劇中で、 空母サボ号として使用された。ロケ地の一つとなった、富士屋ホテル映画の舞台となる空母サボ号は、当時の現役空母リスカニーが使われた。日本でも、代々的なロケーションが行われ、横須賀港や、箱根の富士屋ホテル、当時、新橋に実在した、キャバレーションボートなどが使われた。ただし、ブルーベーカー夫人役のグレース・ケリーは、来日しなかったため、出演シーンは、 セット合成である。ありがとうございます。